皆さんこんばんは。こんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日はおなじみ陸上自衛隊元陸将の福山隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。もう韓国が大変なことになりましたので福山さんに来ていただかないとということでお願いしましたもう今日のテーマ先に出してますがズバリこちらです。もう一体韓国はどうなるのかというところなんですが、福山さんの見立てまずいかがでしょう。感想といいますかこれまでの流れをご覧になって。まあいろいろありますけれどもどうもならないと変わらないと、うん、要するに少々のぎくしゃく、その中のコップの中でこのコップの中で大騒動しようと変わらないと、はい、その読みはなぜかというと、はい、この朝鮮半島というのは大陸国家中国、今は中国、はい、それから海洋国家アメリカ、このアメリカはトランプという変数がありますけれども、ね、基本的にそのアメリカのその北東アジアにコミットする、関わるという強い意志がある限りにおいては朝鮮半島は今のバランスで変わらないと、うん、変えようとしないと、はい、いうのが率直なところです。ただ、うん、そこで大きなもう大動乱のような大きなその騒乱があるかも分かりません。それに近いもの、はい、あるいは場合によってはその韓国の中の内戦というような形が出てくれば、あのデモがエスカレートして内戦というどんな形でも出てくればそれに引きずられるような形で北が動くという可能性はあると思います。だけれども基本的には中国が北に対しては動くな、うん、韓国に対してはアメリカがその従来の政策を取るのであればですよ、在韓米軍というものがおりますし、しっかり動くなという水面下の中でタガをはめてんじゃないかと私は思ってます。そもそもなんでこんな事態になったんだろうと思うと、逆のシナリオを考えるともしかしたら北朝鮮の意図が働いているのではないか、あるいは中国が何らかの考えをここに、まあ、投入したのではないかなっていうことも考えてしまうんですけれども、中国のあの新しいその一路一帯という形で太平洋に打って出るっていうものでご承知のように第一列島線第二列島線というのを設定してますけど、はい、うん、第一列島線にせよ第二列島線にせよその一番北翼、うん、北の一番超津外の要というのは朝鮮半島です。だから習近平が盛んに朴大統領に対して、自分の陣営に取り込もうとした、はい、この文脈は今も生きてるし、うん、要するに中国が朝鮮半島を自分のものにしたい、次は日本を自分のものにしたいという戦略はもう曲がることなきことだと思います、うん、そしてそういう意味において、はい、桜林さんがおっしゃるように、もうパク・ウネさんはせっかくいいとこまで来たんだけれども、うん、日本とアメリカに寝返ったと、うん、日本とも仲良くなったと、うん、これはもう使い物にならない、消耗期限が切れたので、うん、この韓国で大きな動乱なり大きな波乱を起こして、そしてそういう政治情勢を作って限りなく自分のシンパシー、自分の言うことを聞く政権を作りたいというものの延長上の謀略ではないかという見方はあると思います。これは事実小説よりきなりと言いますけど、ね、本当にそれあり得るシナリオだなと思うんですけども、昨今、まあ、米韓の軍事演習を盛んにやってまして、まあ、これは北朝鮮に対する牽制と言われてますけれども、まあ、そことがかなり中国に対しても刺激になった。しかもこの GSOMIA を日本とも締結するとか、まあ、そういう日韓のまあこう接近というのもこれは中国にとっても面白くないと。そうですね、今おっしゃられたことはもうまさにその、うん、今までのそのアメリカにとっては反動のような形でぐーっと、日本も巻き込んで出てきましたね、はい、それはもう中国にとってはもう苦々しい思い、うん、まあ、南シナ海であれだけ活発に、まあ、フィリピンまでアプローチするような形になりつつある中で、一旦巻き返されたアメリカのリバランスっていうものを巻き返して、うん、逆に今度は中国のリバランスで朝鮮半島に新たな動きを作ろうというものかもわからないですね、うんうん、そうなるとそのパク大統領のここのところのその動き、日本にとっては歓迎すべき、まあ、
日米間のこの連携がこ これから強化されようとしていたところにカツンとそういうなんか爆弾を打ち込んだみたいなことも非常にありえそうな、そうですね、なんかいろんな動きがあるときに、うん、あの謀略っていう観点から見ればですね、誰が一番そういう事態を喜ぶのかというものが、まあ、下手人というふうに疑われて当然だと思うんですね。うん、まあ、いずれにしてもその国内の感情もそうですし、この韓国という国は中国にしてもまた、まあ、ロシアにしてもいろんな国が見てますから、その日米間のこのつながりを強くするということをあまり良しとしないところが多いということはまあ確かですよね。そうですね、それは、間違いないですね。まあ、あのこれでですね、アメリカはトランプ大統領にこれからなる、そして、パク大統領も、ね、まあ、弾劾という話になってますから、これ本当に韓国はまあ変わらないとはいえですね、まあ、やはりちょっと何らかのこう衝撃は起こるわけですよね。そのあたりはどういうふうにご覧になってますか。だから韓国がどう収束するかですよね、この話がどう収束するかというのは、簡単に言えばいずれにせよその長く経ってあと1年何ヶ月しかその任期がないわけですから、はいはい、それが全部全うできるのか、途中で降りるのか、途中で降りるとすればどういうシナリオで降りるのか、でその後継政権はどうなるのかという非常に大きな興味がありますね。それによってその後の朝鮮半島の動向というのは大きく左右されるわけですからね。韓国ではあの核武装論も、ね、かなり高まっているって言われていて、国民はその 60% 近くがこれを支持しているって言われてるんですけれども、そのあたりってこうどうなんですか。こう韓国は核武装する、これトランプ大統領がまあ例えば就任して、まあ、それにこう突き進むようなことがありえるんですかね。日本は広島長崎 その核のトラウマっていう大きなものが我々の日本国民のほとんどにありますけれども、韓国は、まあ、一部の被爆者っておられますけれども、日本のようなアレルギーというのは全くないですね。それよりも彼らとしてはやっぱり北が核を持つということはやっぱりどんな考えても安心材料じゃないわけですから、それに対して今はその核では、まあ、一つはアメリカの核の傘っていうのはありますよね。でそれを例えば韓国に配備するっていう考えもあるでしょうし、いろいろありますけれども、最終的にやっぱり、まあ、プライドにかけても、安心材料というのは自分で核とミサイルを開発して北朝鮮に相互に抑止できるような体制を作り上げるというのが一番安心材料ですよね。それは紛れもないし、そういうトレンドというのは例えばミサイルの射程を延伸するだとか、核の再処理だとか、そういうのをもう熱心にやろうとしています。それはもうある意味においては見え見えでそういう動き、しかもその6割の国民がそれを支持するっていうことは、我々日本人では全く考えられない事態ですね。ミサイルの延伸というのはですね、まあ、アメリカも認めてもうこれ実はやっているわけですし、まあ、次また核武装っていうことこれ、まあ、オバマ政権の時はまずなかったでしょうけれども、まあ、ちょっとトランプ大統領になったらどうなるのかなって若干気はしますけれども、ね、そうなると日本もまあかなりこれ影響されるわけですから、だいぶ変わりますよね。それがもしあり得るトランプさんがその日本とは、まあ、少なくともどっかの国に核を容認するような発言をするということはですね、今言われているその世界の NTP 体制、要するに核拡散防止条約、これは吹っ飛んじゃいますよね。要するにパキスタンとかインドとかイスラエルっていうのはこれは分からないように、なんかごまかしたようにして作りましたけど、韓国に作りなさいとトランプさんが言った瞬間にもうあの条約はないですよね。まあ、それくらいもうドラスティックな政策変更ですね。そうですね、これ韓国のみならず、まあ、北朝鮮、まあ、サウジアラビアとかですね、まあ、いろんな国に、まあ、どんどんこう波及してしまうっていう、台湾とかベトナムなんかすぐ作ると思うんですよ。そうですね、そういうことを考えるとやっぱりその影響力の大きさ、これからトランプさんもいろいろまあ学ばれると、まあ、ちょっとその今までの発言を修正して、おそらくそこのトーンはダウンして、そもそもアメリカは韓国に核武装なんかさせたくないはずですから、まあ、そこのところはまあそういうふうに戻るのかなという気はしてますけどね。
トランプさんの安全保障補佐官にそのアメリカの海兵隊中将の、はい、まあ、ね、国防情報部の部長をやられたフリンさんっていう、はい、ちょっと名前が日本語的に発音でおかしいですけど、彼、ね、はい、あたりがつきますからね、そんなのおかしな方向に行くはずはないと思いますけどね、はい、今日ちょっとなんかイラストもですね用意していただいたんですけれども、はいはいはい、まあ、今日はあのパクさんがその、はい、私は辞めます、うん、国会の議決によって、法律をちゃんと作ってくれればそれに従って辞、はいはい、めさせていただきますと言ったわけですよね、はい、しかもその自分がちゃんと言ってるのはその国政が混乱しないように、うん、まあ、その延長上には北につけ入れられないようにとかいろんな含みを持って言ったんですけど、それはそのいろんなあの見方がありますけど、私が軍事的に作戦的に読み解く彼女のタクティクス、戦術を読み解けばこうなるっていうのをちょっと説明したいみたいと思います。これはここにありますように、あの爆大統領、これに寄ってたかって国会にはですね、私は思うに与党というものとセルニ党、はい、あのセルニ党っていうのと野党、それと野党、同じ野党だけれども北朝鮮新派の野党がいるわけですよね、で同様にそれを支える国民もいるわけですよ、でその国民が寄ってたかってデモをやり、はい、なおかつ国会でわわ騒いで、全てのベクトルがですね、パク大統領一人にかかるわけですよ、でその裏には当然北朝鮮もいるし、先ほども申し上げたようなその周りには大きな謀略として中国の力が働いている、そういうものが、私辞めますよ、国会で早く そういう手続きなり何なりをしてください、それに従って正々と辞めますよと言った瞬間にどうなるかというと、この先ほどその大同団結した、してたその3つの、この3つの部ものがですね、国会において今度は対立になるわけですよ、バラバラに、はい、なぜならば、この3つのパーティーは、次なる韓国の体制、次なる大統領が誰になるか、自分に有利なようにという思いが最優先で出てきて、その話し合い、これをやめさせるための話し合い、とんでもない、自分たちの主張を延々と繰り返してバトルをやるだろうと、つまりこの全部ベクトルが大統領に向かったものがパタッとやんで、それぞれの内輪揉めになっちゃうということになると、またその司法というものについても、こういう国会でまとめてくださいという前に、司法がその何十日もかけて、あるいは9人 その裁判官を見つけてやるなんていうことは、そのタイミングを死守するというか名目はないですね、まず国会がやるっていうのが先じゃないか、でそうなると国民が今まで60万人とか何十万人とか知らんけど、そのデモがですね、これからやるデモはどうなるかというと、パクさんに対する圧力にはないとは言えない、だけどこの矛先は言わずともから国会は何をやってるのという圧力に変わらざるを得ないんじゃないかと、だからパクさんはあの国民向けの談話を発表した瞬間に自分に対する圧力を圧倒的に緩和できる、でその間にどういうものがあるかというと、外交やら何やら経済やら今沈滞してますから、この行政というもののトップが止まってしまったら、韓国は大きな損失を被りますよ、北の脅威もありますよ、北が何か動くっていうのを、北が実際に動くかどうか、あるいは動きをでっち上げるってことができるわけですよ、暴落の世界で。そういうことまで考えれば、時は、時間というのは大統領の味方になってきますよ。で、その間に、要するに自分があと1年何ヶ月あるけれども、それに名誉ある撤退を、の条件を釣り上げていくと、ということと、それから場合によっては人気をどん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 その消化して、もう、そので自分をその司法という形の中で犯罪だとか、あるいは例えばその、ノムヒョンさんなんてのは崖から飛び降りて死ぬとか、 それから初代のイースンマンって、李承晩大統領というのは、ハワイに亡命したわけですから、そういうあるいはその
前途寛大というのはペクタンサというお寺にこもって謹慎をしましたね、そういうことを比べて少しでも自分が受ける損害を少なくするというゆとりが出てくるでしょう、そのうち 4% だってずっとあの作用と反作用ってありますけど、 4% というどん底を打ったら株でも何でも景気でも同じですけど必ず上昇しますよ、だからそれくらいね、我々はそのまあ東京都に小池百合子さんとかいろいろいますけれども、あのメルケルさんだってドイツはすごいですね、女性の力はすごい、だから私は、ね、力なんですか、一国の大統領たる女性が、パク・ウネさんがですよ、そんなにやすやすとそのいじめっ子がいじめられるいじめっ子のような形で引き下がるとは思えない、このタクティックスっていうか戦術そのものがですね、すごい力だと私は思ってますね。ちょっと日本人の、まあ、メンタリティからするとちょっと考えづらいというか、まあ、日本人でもこういう世界にいる人たちはちょっと別格とあの私思っちゃいますけど、うん、まあ、ちょっとある種のズーズーしさといいますか、うんうんうん、なんかちょっと、うん、かけ離れてますね、もしそういう、いや日本人はそういう点ではですね、非常に潔い、もう本当にあの配軍の兵将を語らず、配軍の将を兵を語らずとか、潔いですよ、まあ、よその国はそんなことないですよ、大概日本人だったらね具合悪くなって入院してね辞めちゃったりとか、うん、そうですね、まずあの入院しますよね、いや入院ですよね、まずね、まず入院、もう本当にあの、堂々と、前回はほら、ちょっと涙ぐんなところあるけど、今回の談話なんていうのは堂々たるもんでしょう。そうなんですよ、顔色も変わらないし、一回なんか具合悪そうだったのに、またなんか復活した感じですよね、顔色が。精神的に強いですよ、あれぐらいないと一国の大統領になれないですよ、私はそういう意味においては大したもんだと。で考えてみると、お父さん、お母さんともに凶弾に倒れたわけですよ、そういう修羅場をくぐってきたわけですよ、何のこれしきと、それぐらいのメンタリティを持ってると思いますよ、だから我々が外野であの日本からあの海の彼方から思うようなナイーブじゃないですよね、もう同じように考えちゃいけないということは、今回の顛末を見てもかなり分かりましたけどね、だからそれ、今回朝鮮半あの韓国で起こっていることのですね、謎解きっていうのは、私がかねて言ってるように、朝鮮半島の地政学とか、そのアメリカと中国というカード、それからその南北というもの、あるいは日韓というもの、そういうものがどんなふうに動くか、その本質を見るですね、非常に大きなあのドラマというか、現象がこれから起こると思います。だから来年そのトランプさんというものの政策は分かんないけど、その明白な対韓政策、対朝鮮半島政策、対日政策、対極東北東アジア戦略というのが見える頃になると思いますけれども、非常に私としては興味津々ですね。ただまあちょっと冷静に考えてみるとですね、この北朝鮮の脅威っていうのは、そうなるとこのパクさんにとっても今後、まあ、都合がよくなるし、まあ、アメリカにとってみたって、北朝鮮が脅威であった方が、まあ、いいわけですよね、そういう意味では。トランプさんのカードが、政策が分からん前に、彼らがなんかミサイル、あれだけミサイルをジャカスカ撃ってた人たちが、パタッとやむでしょ、そういえば何にも落とさないじゃないですか、ね、はい、そういうことをやるとトランプさんが、よしよし金正恩というのを会ってみてもいいななんて言ったのがガラッと変わる、まるでそのアチソンラインというのがいろいろあったけれども、要するにアメリカの政策はちょっと変わるようもんだったら、もうものすごく大きく変わりますよ。だからそういうものを見て、当面金正恩は動きませんし、それから韓国においても、まあその中はコップの、この先ほど言ったようにコップの嵐で、この揺れる水がこぼれるくらい揺れるように見えるけれども、そこはその大きな国のタガというのはそう簡単に動かさないと、だから見ものですよ。私も日頃いろいろ今まで勉強してきたものが本当にそうなのかどうかって占う非常に大きなあのドラマが今から始まろうとしてますね、楽しみですよ。そう言っちゃ非常に語弊がありますけど、まあ、北朝鮮の、まあ、こう
こう狙いっていうのはどういうことになるんですかね。やっぱりそのどっちかっていうとアメリカとまあ対話したいというか、そういう北朝鮮は従来言われたように武力によって南に攻め込んで統一するっていう今まで言ってたんですけど、その力は今ないですよね。核でブラフしかない、でしかもその中国にとって朝鮮半島、アメリカにとっても中国にとっても朝鮮半島で、戦争が勃発するっていうのは絶対に許せない、許さないことですよ。したがって、そういう条件で排除していけば残るのは、北朝鮮の言うことをもう限りなく聞く親北勢力が政権を握ると、そして熟しっていうかその柿がポタッと落ちるように、もう限りなく北のもう見舞いのも北朝鮮とほとんど同じようなものが出来上がって北朝鮮についていくというものがベストオプション。そうでない限りですね、その間にだからアメリカと中国はそれをどう裁くかですね。最終的にはだからトランプさんっていうのもいい時に出てきたですよ、トランプさんが日本よ核武装しろ、韓国よ自主防衛しろ、日本よ自主防衛しろ、しろって言おった前にこういう事態ができたわけですから、そういう見方をすればこの下手人はアメリカだと言えないこともないですね。アメリカの CIA なり軍部なりがトランプさんの政策、北東アジア政策、対韓政策をネジを巻き戻すために仕組んだと。そういう見方もできますよね。はいはいはい。はいはい、で北朝鮮もその移行期間については全然動けないと。もう中国だって言ってますよ。動くなと。今のこのアメリカがちょっと移行期にあって、まあ、宙ぶらりんな状態の時に、一番その北は目的を達成する武力ではなくて、まあ、こういうその内乱みたいなのを起こして目的を達成する、今一番いいタイミングになってると言えるわけです。だから非常に悩ましいでしょうね、今本当ちょっと襲うものならバタッと倒れるというように見える、しかしやり損なうと、そのせっかくその自分の有利な体制になろうとするときに、アメリカというものの政策を 100% 変えて、もうハードライナーになっちゃうと、それは避けたいと。そうかそうか、非常にその悩ましいところだと思いますね、これは同じように中国もそうですよ。トランプさんのそういう全体的な文脈でそういうものを後ろから突き動かして中国をやってたということは明白になると、その中国の対中戦略というのは非常にハードになっちゃうんですね。だからこの柔らかい餅のような状態の時にということを考えると、そのアメリカの保守中んづく軍部 CIA が仕組んだんじゃないかっていう見方もできんことはないですね。だってあのイースンシルっていう人がそういうことをやったっていう情報をどっかでリークすればいいだけの話ですから、ね、唐突にね、はい、なんか出てきたような感じがありますし、それはみんな知ってることだったと思うんですよね、その裏の世界では、なんかそのみんなが知ってるようなことなのかなと思いきや、あの怒り方っていうのもまたちょっと尋常ではない、まあそれ国民性と言ってしまえばそれ もうあれは国民性ですね。そうですか。例えば夫婦喧嘩にしても、路上のその行き当たりばったりに喧嘩にしても、もう想像あれまあそれがそのマナーと言っていいのかどうかしらけど、我々がもう想像できないですね。確かに歌舞伎町の人が言ってましたけど、韓国の女性が増えたら、殴り合いの喧嘩をしてもうやめないので、もう水をぶっかけたりとかしても全然やめないんだよって言ってましたけどね。だから本当にろうそくを持って、何十万人も集まってその青瓦台の方に向かっていく。昔まあ日本がね、ちょっと我々の段階の世代がね、青春時代というのは、ああいうのがちょっとありましたけれども、日本では想像できないですね。まずああいうところにその家で団らんを取ったり、あるいはパソコンでこう遊んだりするような若者がですね、ろうそくを持ってその安倍さんにデモをかけるなんて絵柄ってのは想像しがたいですね。いろんな安保反対とかありますけど、やっぱりちょっとその、なんか人形燃やしたりとかするっていうのはちょっとね、この国独特っていうかですね、気はしますけどね。日本のちょっと右翼っぽい新聞は、あの裏にその北朝鮮の作用があるっていうのは、それは否めないと思います、だからそれは否めないけれども、中学には相当先ほど言ったようにその
入り混じってるわけですよ。入り混じってるんですよ、こういう、こういう入り混じってこのベクトルが向いてるけれども、そのもっと潜在的にいるのはやっぱり国民性というか、国民文化といいましょうかね、そういうものが大きな作用しているのは事実だと思います。でもやっぱり北朝鮮っていうのも侮れないというか、ちゃんと様子見て行動してるんだなっていうこともちょっと分かりますね。それはもう独裁国家でね、もうビシッとした計画を持って、もう寸分狂わないその韓国を併合するという戦略のもとに動いてるわけですから、それはもうしめしめともうよだれを垂らすようにして見てますよ今。なんかね、北朝鮮こうなんか行き当たりばったりなのかなとか、なんか暴発してるのかなとかっていろいろ言われてましたけど、そういうその緻密な計画に基づいていると考えるとやっぱりちょっと鳥肌が立つような。だからパク・ウネ大統領の談話の中に、一瞬たりともその、まあ、一瞬たりという言葉はないけれども、要するに政権のその継続性というか、もう切れ目ない次なる以上、こういうものが大事ですよという裏にはですね、そういう付け入る隙を与えるっていうことは韓国民としてはありえないことなんですよ。だから国会でちゃんとした手続きで私を辞めさせてください、私はいつでも辞めますよという非常に高等な作戦戦略に出たわけです。そうするとその効果というと、先ほど説明したようなものだけど、その裏にあるのは北朝鮮というのをしっかり念頭に置いてますね。でそれは国民も分かる、そういう国民共通の、まあ、敵というか、そういう脅威に対してあなたたちはどうするんですかって国民と国会に問いかけてるという非常にすごい戦略、それを短期間に打ち出しましたね。じゃあもう一つね、ちょっと気になるのは、その、まあ、さっきの絵柄で、まあ、今北朝鮮という、まあ、敵がいますよっていうところでパク大統領も今後戦略を打ってくる可能性っていうのはまあ考えられるんですけど、まあ、かねて過去おっしゃってるように、じゃあ本当に朝鮮半島のこの韓国を含めて人たちというのは本当に今その心の中で北朝鮮をどう思ってるのかっていうところも気になるところなんですよね。すでにもうそういうこういろんな心の中の侵食があるのではないか、もともと同じ民族だし、でもう一つはそのアメリカの核に対する信頼性っていうのが韓国の人たちにとってみれば、この核武装論がこれだけ盛り上がってるってことは本当はどう思ってるんだろうアメリカのことって、それもちょっと気になるんですよね。非常に難しいところで、まあ極論をすれば在韓米軍、それから核というのを全部撤去してアメリカから完全に独立国家な米韓同盟というのを打ち切るっていうことは、まあ、保険の中でそれは 100% じゃないけれども、少なくとも5割から7割の安心材料がなくなっちゃうってことですよね。だからそれはそれでまたメンタリティとしては我々がその私もそうなんですけど、アメリカのその戦後の支配というか、我々が戦争を負けた、その戦争を負けてアメリカのその同盟国として我々は国家の安全保障というのを相当分をアメリカに委ねているという状態が、我々がやっぱり潔としないのと同じように、そういう国民感情、いわゆるその民族っていうか国家というか、そういうものは我々と同じように強いものがあると思います。非常にプライドの高い国民ですから、そういうだからない混ぜたものが韓国人のメンタリティ、それから北に対してもそのもう朝鮮戦争史っていうのをもう一回読んでるんですけど、その例えばその韓国に攻め込んできて義勇軍を取ったり、それから持ってるものを奪ったり虐殺をしたりっていうのはもういっぱいあるわけですから、そういうその同族から同族が殺されたっていうトラウマっていうのは絶対に去らないという部分と、去りながら同じ民族だというもの、こういうものはあります。それでそれがゼネレーションが進むにつれてどんどんその過去のトラウマっていうのは薄まってくるっていうのもまた事実ですから、だからそういう意味において北はそういう工作は非常にしやすくなってるっていうのもまた事実ですね。はい、それから反共法とかいろんなものがですね弱まってしまった、民主政権というか軍部政権から後退してですね、だから北に対する免疫がどんどん低下して、インフルエンザになりやすいっていう状態になってるのは事実ですね。じゃあトランプ
になろうがなる前がもうその国内的にもねアメリカ信用できないみたいな、それが証拠に核武装論6割、ね、60% なんて出てるわけですから、そういうことだって、まあ、今後考えられなくもないと、まあ、そうなると、まあ、中国はね、まあ、これは喜ぶという構図になってしまうわけですよね。まあ、そうですね、私が核ドミノ戦略によって、はい、言ったことあると思うんですけど、韓国の核武装論というのは、核武装論というのはアメリカがそれを見てて、知ってて、CIA が知っててだとすれば、これは世界的な NTP 体制、はい、核拡散防止条約をアメリカが否定する、はい、やめるというものにつながる明明白白なトリガーになると思います。だからこそこのサードっていうのがね、はい、まあ、話が出てきているわけですが、まあ、ちょっといずれにしても今かなり物事動いてますから、うわもう本当にちょっとまた動き上がりましたら緊急的にお願いすると思います、うん、ダイナミックに変化しつつありますね。来年楽しみと言ったけれども、非常にやっぱりそういう点ではリスキーな怖い世界が来るかもわからないですね、はい、いや、はい、全部日本に関係あることですからね、はいはい、いや今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい。